皆さん、こんばんは。4月1日、今晩の相場展望、チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのがドル円の時間足になります。本日ですね、朝方自分が、122円割れのところで、イメージをしておりました。ドル円、ちょうど、5分足今切り替えますけれども、ちょうどこのぐらいの時間帯でございました。まだその122円割れのところ、ここでは121円の80で買ってみたいということで、イメージをしました。ところがですね、先に上に上がられてしまい、どん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 上がって、昼の12時には73まで上昇してしまいました。もう追っかけてちょっと買うレベルでもないし、下がってくるのを待とうかなということで、今日は全く、ドル円に関しては参加ができておりませんでした。今日、雇用統計というのもございますけど、できる限り引きつけて、低いところは買いたいなという気がしておりますが、どれだけマーケットの予想と、実際出てくる数字との違いが出てくるかにもよりますが、やはり、雇用統計ということもあって、あんまりそばにオーダーを置く必要はないので、できれば、イメージ的にはですね、121円の90ぐらいに、もう一回、買いのイメージを持ってます。ただし、いつも毎月そうでございますけど、雇用統計の日は指値は入れないので、121円の90の、買いのイメージ、ストップ121円の60で、そして、ロングの利食い122円の自分としては80で、イメージをしてみたいというふうに考えております。同じくユーロドル、ユーロドルにつきましては、本日は1.1098ということで、非常にこれ刻んだところに1.11の手前で売りを置きました。こちらの方もつかずにでございまして、今のところ何もですね、できてない状態ですけれども、やはり引きつけて、方向的にはやはり1.1近辺から上のところですね、少し売ってみたいなという気はしております。もともとダメ元で、例えばその一旦ドル売りという方向になったとすれば、先ほどのドル円でも低いところを買いたいわけですが、ユーロドルについてもドル売りユーロ買いが一回跳ねてくれたら上で売りたいなというふうに思います。1.1115で売りを、1.1150でストップ、そして買い戻しは1.10の、50でイメージをしてみたいと思います。ただしこれも指値は起きません。あとユーロ円です。ユーロ円についてもですね、朝方は自分のイメージ134の75で買いたいというふうに、考えました。一旦もしこれがですね、朝方、本当に、10時近辺であればですね、まだこの134円の95近辺だったので、できたら75とかがあったら拾いたいなというふうに思いましたが、全く、下がらずに上に上がってしまいましたね。これはもう全然指値をしていても何の意味もないような状況でございました。方向としましては、黒線はやはり十分に引きつけて、買いを行っていきたいというふうに思います。どのぐらいブレるかというのもありますが、一応134円の95銭の買いで、134の60でストップを、そして135円台、利食いとすれば135円の55近辺を今のレベルぐらいでイメージをしております。今日は途中で寄せばいいのにですね、ポンドとかオージーとか、ちょっとデイトレに近いようなことをやってみようかと思ってやりましたら、3回もストップがはまってしまいました。なかなかうまくいきません。ポンドでございますけど、もともとは159円の90あたり、このあたりで買いたいなと思いましたが、先に161円台まで跳ねてしまい、途中160円台の後半とかですね、75とかそういったところをこう拾って、見たけどストップがついてしまうと。で、4号に買いをさせたら届かずに今161円手前まで上がってるという、非常に今日はうまくいってない相場でございました。
イメージ的にもし今晩でございますけど、もし、実際に指し値をもし置くのであれば、やはり十分に引きつけて160円台の、前半ぐらいは一回買いを入れてみようかなというふうに思います。ちょうど時間足の雲の下限と、ボリンジャーバンドのセンターラインが160円の20近辺にありますので、こちらの160円の20の買いで、そしてストップのイメージとしては159円の85で、そしてロングの利食いは161円の、そうですね、161円の手前あたりなので、やっぱり160円の95近辺で考えてみたいと思います。対ドルですけれども、こちらの方はポンドに関しては、対ドルは朝方1.、こちらは31の05、 1.3095、 要は 1.31 バサミで買いたいなというふうに思いました。まあ、そこまで全然下がらずでございまして、もし下がってきたら一回 1.3095 は買ってもいいかなというふうに思います。 1.3060 でストップを、 1.31 台、このちょうど時間足の200時間の移動平均の 1.31の60 近辺で利食いをイメージをしてみたいと思います。次はオージーです。オージーに関しましては、0.74 の6555でタイドルは買いたいというふうに、イメージをしました。これも70台前半まで下がったんですけど、60台拾えずに今 0.75 台まで反発してしまいました。まあ、自分としてももし下がってくればもう一回この水準 0.74 の、6555がちょっと深かったのかもしれませんが、0.74 の70は買ってもいいのかなというふうに思います。 0.74 のストップとしては、これは 0.74 のやっぱり50ですね。でストップを、そして 0.75 台、ロングの利食いとしては 0.75 の30のちょっと手前あたり、75の25でプロフィックテイクを考えたいと思います。あとオージー円です。オージー円90円の95で買いをイメージをしましたが、本日はそこまで下がらずでございました。まあ一旦ですね、下がったところは、まあ、買ってていいんだろうと思うんですよね。まあ、朝方自分がちょっと今日はユーロ円やポンド円やオージー円、まあ、なかなかそれうまくいかず、オージー円こそストップはまりませんでしたけどね、やめてしまいましたけど、まあ本来は、買いで回していいんだろうなというふうに思います。まあ、今晩、指し値をするとすればですけど、90円台、もうこれちょっと拾えないでしょうからね。91円の、この60近辺で買いを、91円の、この200時間の下30でストップを、あと92円近辺で、ロングの利食いを考えてみたいと思います。あとニュージー円です。先にタイドル見たいと思います。ニュージーにタイドルに関しては 0.69 の5060で売りをイメージをいたしました。これは朝方、まあ、40台ありましたけれど、5060の戻りはなく、先に下落をしてしまいました。非常にニュージーに関してはタイドルが重たいんですね。ちょっと日足を見たいと思いますけど、ちょっと 0.7 に届かなくてちょっと揉んでる状態で、もう一回 0.69 割れまで下がってくるのではないかというイメージがあります。引きつけて方向的には 0.69 のやっぱり60あたりは売りたいところです。 0.69 の
60の売りで、あと 0.69 の、まあ、90.07 まで待たなくてもいいと思うんですけどね。 0.69 の、90でストップを、そして 0.69 の、まあ、前半ですね、5分足見たいと思いますが、 0.69 のこれは10か、 0.69 の0.6905でプロフィットテイクを考えてみたいと思います。大円です。大円は、朝方、85円の、0.515で売りという、まあ、文章を作ったんですけど、結果的には全然、そこまで戻りきれずで、やっと今85円の0.5まで上がってきたところですね。ちょうどこの時間帯でございますので、まあ、もともとニュージーはこれ差し値入れてないんですけど、まあ、早い時間帯であれば、叩いて売ってもよかったんでしょうけど、この時間帯からはちょっとあまりもう売りたくないなという気はしております。もう少し長めの時間で、ね、考えますと、85円のオーバーナイトであれば85の30で売りを、85の、60でストップを、そして84円台買い戻しとしては84円の60でイメージをしてみたいと思います。朝方、ちょうど売りにしたのが、こちらの、ユーロドルとあとニュージー円でございました。ユーロドルに関しては先ほどもお話をしたようにやはり、やるとすれば売りから、ニュージー円も売りから、あと、ドル円の買い、それとユーロ円の買い、ポンド円の買い、あとオージー円の買いですね。これは朝の方向感変わっておりません。今日今晩の雇用統計で、まあ、どういった数字が出るかにもよりますが、基本的には年内あと6回全て利上げを行うという方向でマーケットは考えているはずで、これが今 0.25 のままなのか 0.5% で5月利上げを行うのか、これによってまあマーケットの捉え方かなり雇用統計によって変わってくると思うんですね。そういった意味では非常に強い数字が出てくれば、もしくはインフレ懸念が非常に台頭してきていて、早くその利上げで対応しないといかんというふうに FRB のメンバーが考えるかどうか、そのためにもやっぱり今日の今晩のですね雇用統計がどれだけ例えばその強い数字なのか、これをマーケットは見ていきたいだろうというふうに思います。まあ、雇用統計の時にですね、実際問題としてすれば、非常に引きつけて離れたところでイメージしてていいと思うんですけど、基本押し目外で、ドル円クロス円は考えて、見るのもいいかなと、そんな風に考えております。また今晩何かございましたらぜひよろしくどうぞお願い申し上げます。簡単でございますが、今晩の相場展望チャート分析編この辺で失礼させていただきます。どうもありがとうございます。それでは皆様、良い週末をお過ごしください。それでは失礼します。 JFX 株式会社代表取締役小林芳彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。 JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林芳彦 JFX
YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。